もうこんばんはだ。こんばんは。100回目の訪問みたいですって。おめでとうございます。まだまだですね。夜ご飯を食べようかなと思ったけど、なんかまだあんまり お腹空いてなかったので、一旦まあ配信でもするかです。そう、ギンガムチェック。スケさん、恋してカープさん、20世紀ともちゃん、たまやん、ジョンファンさん、ゆうちゃん、やじうまさん、たまやん、カエルサンタさん、一尺玉だ、ピロシさん、たまやん、キョンシーさん、マサヒロさん、ありがとうございます。こんなでかかったっけ。もう広告やめて。SNS というか写真の整理もしとるけど全然進まん。写真がいっぱいあるのは充実の証。なんか写真をあんまり撮ってない方が、撮ってない日の方が充実しとる証拠みたいな、現実が充実しとる証拠とも言うけど、それは割と写真がたくさんある方が充実した証だと私は思う。思う派。何枚撮ったって、もうだいぶ消したけん分からんけど、でも最初マレーシアおるときに なんとなくでさ、枚数数えたとき500はあった気がする。500はあったよね、多分600近くあった気がするけど、今はそこから結構減らした。でもさ、私の携帯には私だけの写真ではない写真があるからさ、なんていう、あのチャートリのやつとか、
自分の写真だけじゃない写真もあるけど、自分の写真じゃない写真とかもあるけどさ、いつぐらいかな、あ、忙しかった時期、ティフ終わり、ん、ティフ終わりかなぐらいからの写真が結構その日中に整理したりとか、その近辺で整理する派やけど、できてなかった写真たちはある。めっちゃきのこさん、よしよしよしおさん、カエルさんさん、奥行きさん、錦鯉さん、ありがとうございます。そうって感じですね。結構消してはいるがって感じ。まだまだあるねって感じ。自分の中では結構整理してる方ではあるけどみたいな。自分の中逆だ、普通に考えたら結構整理してある方やけど、自分の中ではまだ足りてない。今日はどれを載せようかなっていうやつ。カメラロール整理業務を委託したいって。いいんですか、私に頼んで。ほぼ消しちゃいますよほぼ消しちゃいますけど、いいですか。ほぼ消されてもいいのであればいいですよ。そうだ、それで言うと、あのファンクラブを更新しておりますので、暇な時にでも見といてください。夢今日は最近見れていなかったドラマを、ドラマとかなんかそういう系見逃し配信を見ました。
まにねこうやってまとめてみる。何見とるかな。新しく始まった小栗有さんが出ているやつ、素晴らしきかな先生ってやつの1話を見た。出演者で決めとるわけじゃなくて普通にこれ見たいと思っとったやつで、推しが出るならそりゃ見るしかないじゃないですか。あとは何見てるかな。ドラマでしょ。ドラマは何見てるっけ。それとスカイキャッスルってやつがあって、多分元々韓国のドラマなんか意見結構なんか面白い激しくてお金持ち住宅街の話で、受験期の話で、もともと韓国やけんね激しめですよ。でもまあちょっとは柔らかくされとるんかもしれんけど、めっちゃきのこさん、ダーワさん、梅さん、エビ様、ハマさん、ありがとうございます。普通に面白い。あとは何やろ、何見とるっけ。あ、海の始まりは見てますよ。海の始まりとスカイキャッスルと、あ、それだけかな。あ、あとあれ見とる、西園寺さんは家事をしない、もう見てます。かな、見ているドラマ。今期あんま見てない方かもしれん、分からんけど。西園寺さん、その3つ内容重視派なので、1話とか2話見てもなんか違うなーって思ったら見なくなります。
と面白いやつを見ている派です。そう、なんか 見なくなるっていうよりかはなんか自然と見なくなるに近いかも。そう、忙しい中とかでもあこれあった見ようって思わんくなるけんどんどん見なくなるみたいな感じ。自然と消滅していく。優先順位がね低くなっちゃうから。ウドムさん、タコありがとうございます。ミキヤくん、ユキヤキタさんありがとうございます。ゆるわん、みんなはゆるわんは何を食べるんですか。あ、かゆ内臓とかリアル。さら手術系のやつは見らんのよね。そう、手術系医療系あんま見らんかも。生姜焼きを作る。自炊。おうどん。昼は餃子。昼は聞いてない。夜何食べるか。昼柱。そう、夜何を食べるかです。昼は聞いてないのでどうでもいいです。言われてもどうでもいいです。夜ご飯、これから何を食べるか。まあ夜ご飯をもし食べもう食べたのであれば聞きますけど、お昼ご飯は知りません。好きにしてください。明日の朝ご飯も好きにしてください。逆におすすめの夜ご飯え、ないけど、まあ私だったらお寿司食べたいかなと。わざわざ日曜日の人が多い時に行こうとは思わないので行かないですけど、私だったらお寿司食べ、牛タン食べようかなって。いいですね。商品名忘れたので返信で送りますって。あ、そこまでしていただかなくて大丈夫です。そこまでして興味ないです。
豚バラに炒め、なんかそっち系多いね。炒め物、炒め物系。寿司食べたい。人が多いからね、土日の外食。スーパーのお寿司、スーパーのお寿司ね。さあもう寿司屋、お寿司食べたいけどお寿司屋さん今日行けないなみたいな日は全然スーパーで買っちゃいますよ。スーパーで買うとしたらお寿司より巻き、なんか巻き物、ネギトロとかさ、そっち系が多いかも。お寿司食べるんだったら寿司、お寿司屋さんに行く。ことの方が多い。納豆巻きは買わないんですけど、納豆巻きは買わないんですけど。お刺身ね。みんなが寿司の気分になってしまうかもしれない。お寿司の口に。海鮮巻きが好き。海鮮巻き美味しい。海鮮巻き美味しいか。でもマヨとかのやつはあんま好きじゃないか。普通に海鮮だったらもう海鮮だけでいい。マヨとかではなくみたいな。
最近回らないお寿司屋さんって言ったって言ってないわ炙ってる系はあんま好きじゃないかもしれない。てかん、サーモンチーズ、そういう話じゃない。なんかあの巻き寿司の海鮮、巻き寿司の話だからね。お寿司じゃなくて巻き寿司にこう海鮮が入っとるやつに、なんか海鮮、卵、葉っぱ、マヨネーズみたいなのがあんま好きじゃない。そこはマヨネーズはいらんって思う。そう、なんかプルコギ巻きとかはいいよ、そりゃもちろん。けどそう、海鮮お刺身とかなのにマヨネーズは私はいらん派。そう、マヨ好きからしたらいるんかもしれんけど、私はいらない派なんですよ。キンパとかならいいけど、日本の刺身、魚が入ってるやつにはちょっと。そう、余計な前はいらんってなってしまう。こってりよりあっさりが好きなんかもしれない。ガリもわさびもいらない派です、私は。そう、いらない派。なんだっけそれ、カルフォルニアロールってなんやっけ。なんか出てきそうで出てこ、出てきとるけど出てきてない、あっとるかな、想像は。あー、これか。まあ多分好んでは食べんかもしれない。てかあんまり食べる、売っとる、あんま見らん、見かけてない、視野に入ってないだけかな。入ってるもの的には好きそう。皿がアボカド、アボカド、あんま見かける機会がない気がする。寿司は誰かと、寿司も何人でも、私は一人で外食は基本行く。
いかないのって。一人ご飯に行くこと自体がない。一人でお店に食べに行くんだったら、まあお家で一人でゆっくり食べようってなる。なんかお店やったらさ、そんなゆっくり居座るみたいな感じじゃないけんさ。お店でゆっくりできない派なので、なんかかゆっ。なんか配信始めたらかゆくなってきた。なんか配信始めた瞬間いろんなとこがかゆくなってきた。ファストフードとかカフェとかもう全部関係なしに行かない。一人で食べには行きません。写真撮れないからって話聞いてましたか、今までの。そういう話じゃなくて、一人だとお店でゆっくりできないし、だったら家で食べようと思うっていうのを言ったのに、写真撮れないからって。そんな SNS のじゃないし。宗行さんとお食事行くのって行かないですよ。今日の話ですか。行かないですよ。昨日は行きましたけど。一人でご飯食べるのは全然いいけど、それをお店でせんでいいかなって思う派。家でいいやんってなる。家でゆっくり一人の時間がいいってなるやん。そのなんかいっぱいおる中で一人で、ガヤガヤしてる中で一人で食べるよりかは、だったら家でなんかテレビとか、なんか自分の好きなものを見ながらゆっくり食べたい。でもこの考えはあれだよ、割と面倒でもある。例えばなんか仮に急にお寿司食べたいってなって、誰か誘おうかなーからまず始まるけんさ、めんどくさい。じゃあめんどくさいかも。どこでも一人で行けるしてったらさ、食べたい行こう出るで行けるけどさ、じゃあ誰か誘おうかなーってなるし、それでその日に一緒行ける人がおらんかったら、まあお寿司とかさ、そういうお肉とかやったらさ、まあね、お店でどうにかなるけど、もうめっちゃなんて言うの、難しい系、辛麺とかなんかそういうもっと細かい系のもの、中華食べたいなとか、なんか大人明らか一人で一人の量じゃないみたいな、なんか難しいものの時は違うな。
数日後にまで我慢することもある。一人暮らしと一回もないと思う。外食はないと思う普通に。うん、ないね、ないと思う。自分で一人でこれ食べたいな、食べに行こうで行くことないかな。テイクアウトはするけどね。ラーメン一人で行けるっす。まずラーメンを食べないからね。行ける行けないの前に行かない行かない人。家でご飯食べるのは結構好き。ゆっくり。てか別に自炊も嫌いじゃないしね、普通に。そもそもは牛丼くらい一人で食べれるようになろうって指示するなまず牛丼食べんし。そんな牛丼食べんし、牛丼食べれるくらいくらいにってなんだよ。牛丼くらいって牛丼をバカにするな。牛丼を下に見るな。一人旅もしないって。しない。旅とかは特に共感できる人がおらんならいかん。その場を共有できないじゃないですか。だったらってなる。ドライマンゴー。映画館とか一人で行く。行かないってばもう全部聞かないで。買い物以外は一人で行かないから私。もう全部もう禁止です。旅行一人で行くとかもう細かいのも全部禁止。買い物以外は行きません。ビタミンさん、マグスさん、20世紀ともちゃん、沸騰石さん、ありがとうございます。一緒に行くとき相手に合わすとかある。まあでも別に自分がそんな何の気分でもなかったら、まあ向こうが何とかの気分って言ったらまあいっかってなる。それ食べるかってなる。もう絶対自分がもう今日は肉で焼肉しか無理だみたいな感じじゃない限りは。誘われるのと誘うのどっちが多いかは半々かも。誘ってくれる人しか誘わないから。基本10回中10回自分が誘っとる感じやったら、まあ、10回誘って10回 OK してくれるんだったらような相手だったら誘い続けるけど、なんか
基本は来てくれる子ウェルカム派なので。半々になるかも。去るもの追わずスタイル。今日は何の気分とかはないかな、特に。まあどれかって言ったらお寿司でも別に焼肉もいけるし、まあ何の気分でもいける。何でもいける気分。親子丼の気分になると予想です。私がその予想は当たらないと思います。今日はお家で食べるよ。なんか暑くなってきた。逆に洋食の気分ではないぐらい。洋食の気分にはちょっとなれないかもしれない。でも昨日チューを食べたけん、まあチューも避けたいかなぐらい。まあこんな話してますけど、別に今日私は外食に行く予定はありませんので。毎日同じもの食べるとして何日ぐらい持ちそうって。全然辛麺1週間とかいけるよ。胃の負担にはなるかもしれんけど、別に自分の気持ち的には全然いけるよ。辛麺1週間生活全然いける。全然いけます。いや、レンちゃんがダメなわけじゃない。全然2日連続で肉の時もあるし、全然連続でてか和食はもう連続どうこうとかのあれじゃないけどさ、別になんとも。
まあ辛麺はね辛さ変えれるし、そういう問題じゃないかもしれんけど、まあ辛さ変えれるし、ショールーム始めたらジメジメしてきた。ジメジメしてる。喋っとるけんかな。名古屋行ったら何食べようかなって。で名古屋何あるかあんま分からんやん。本当に有名なやつしか知らん。泊まり仕事とかじゃない限りね、あんまりね食べる機会ないけん。名古屋は本当行く機会がないね。手羽先、ヤバトン、味噌、台湾混ぜそばみたいなやつ、米田コーヒー。あんかけスパゲティなんか効くね。ひつまぶし、うなぎは好きですよ。あときしめんと、なんだろうね、モーニングモーニングのイメージが。コメダどこにでもあるじゃん。でも名古屋の駅にあるコメダコーヒーめっちゃ並んどったよ。一回通った時めっちゃ行列やったことがあった。たまたまその日が普通に多かっただけかもしれんけど。ピューリン1時間前で10人ほど並んでる。すごいね。じゃあいつも買ってきてくれる、名古屋でイベントがあった時に買ってきてくれているスタッフさんに感謝ですね。並んで買って予約しとんか。予約とかないんか。並んで買ってきてくれているのであれば大感謝。名古屋駅近くの喫茶店は混んでる。そうなんだ。ピオリンは 2回かな、2回3回ぐらいだけ食べたことある。ピオリン
油トースト人気よね、有名よね。食べたことないけど。ピューリン味3種類ぐらいおった気がする。なんかノーマルとみたいな。チョコ茶色い子とイチゴかな、なんかおったね。ノーマル普通のなんかあんま覚えてない普通やった気がするけど、普通にプリンみたいな。みんなピオリンを何分かってないんかな。普通になんかプリンみたいな。あ、名古屋コーチンの卵を使ったプリンをババロアで包んどる。受ける。ピオリン P 型らしいよ、血液型 P 型。そうそう、プリンノーマルプリン、チョコプリン、イチゴプリンみたいな感じだった気がする。ピューリンの中は断面になっているからね、プリンが挟まっているから。UVTIPPPP おもろい。結構なんかその時の限定で出とるイメージある、いろんな味というか。ブラックサンダーコラボとか、将棋の日ピオリン、子供の日ピオリン、桜ピオリン、お化けピオリン、クリスマスピオリン、抹茶ピオリン、夏休みピオリン、七夕ピオリン、全部の行事ごとやるやん。梅ピオリン、バレンタインピオリン、ミツバチピオリン、サツマイモピオリン、すべての行事ごとにここぞとここぞとピオリン入り込んどる。おもろい。長岡太郎さん、めちゃきのこさん、ハチさん、ありがとうございます。ひつまぶし、
喫茶店、まあ、やっぱ名古屋でしたら出てくるのはそういうのだらけかも。秋は栗とか芋とかじゃない栗ピオリン、芋ピオリン、さつまいもピオリン。8月30日から出とる期間限定、今の期間限定ピオリンは紅茶と洋梨ピオリン。ウケる。しかもなんかハットかぶっとる、ちゃんとお召し物までお召し物までちゃんとコスプレしてますよ。サラが行く9月1日の頃はまだこの紅茶と洋梨ピオリンです。夏休みピオリンかわいいな。マンゴーやパイナップル。夏休みピオリン夏休み楽しんどる。揖斐川抹茶ピオリン、真緑になっとるもう別物。へえ。子供の日ピオリン。ほらちゃんと毎回仮装してるピオリン。ほらお正月は赤を取り入れて。すごいね、こう見たらなんかピオリンめっちゃ頑張っとる頑張っとるよ。赤くなっとる時もあるし、ピオリン頑張ってます。味がつくだけではなく、ちゃんと服装まで変える。ブラックサンダーとコラボしたりしとるんすごいじゃん。ピオリン売っとるところでなんか食べれるところがあって、トーストとかがあるピオリンカフェみたいなのがあるんよ。ちょっと気になるけど行ったことはない。そう、普通にピオリンを買って帰るのとは別に店内で食べれる場所がある、真横に。
ピオリントーストは、いや普通にトーストにピオリンの印字がされとるだけで、ピオリンが焼かれてはいない。そこね、結構いろいろあるんよ。カフェジャンシアーヌレジ、なんだそれ、いろんな、そうあるんですよ。なんかモーニングみたいな、モーニングにピオリンがついてくるみたいな、ついてくるというか、まあついてくる、ピオリンモーニングプレートみたいな。ピオリンってなんでこんな有名になったんやろあれかな、ピオリン、ピオリンチャレンジ、ピオリンチャレンジで有名になったんかな。将棋の、え、そうなんや、それ知らんかった、映え系のあれかと思った。ピオリン、でもサラが知ったのはピオリンチャレンジで知ったかも。なんか崩れる崩れない問題の、ピオリンチャレンジ、っていう話をしとったらお腹は空いてきましたね。何を食べようかな。買えるか買えないかの話じゃない。あれで、ピオリンがプリンで、プリンだから崩れやすいから、どう綺麗に、綺麗なピオリンのまま持ち帰れるかっていう。本当に崩れて悲惨な姿になったり、しとる人おるよね。人っていうか、まあ人、持って帰った人。ね、名古屋ね、普通に旅行でプライベートで行きたいなって思ったりもする。あんま仕事で行く機会ないけん、まだ全然知らんけん、普通にプライベート旅行で名古屋ありなんかなって思ったり。
そうでもあのずっと いつだ2年前の神戸コレクションの時らへんのショールームでゲットした旅行券、アリちゃんとねサラが持ったあの旅行券をそうずっと使おうって言って、春か秋だねって言って、なんだかんだ秋忙しくて去年もなんか行けんかったし、夏は行きたくない夏は暑いので、まあちょっと涼しくなったぐらいか、まあもはや寒い時に行きたいんやけど、そうまあ別に普通にね別件で使えばいいんやけど、使ってない。そうでも有効期限ないけん旅行券は、それにそれはいいんですけど、なかなかね旅行ってなったらさ、やっぱちゃんと事前に計画立てて予約してみたいなのが必要じゃん。でもそれがなかなかね難しいんですよ。それが難しくって、なんだっけ、その日帰りでねどっか行くとかできるけど、計画的な宿取っての旅行がねなかなかハードルが高い。休みだと思って撮ったら休みじゃなくなったとかもね、まあ結構あるので、できればキャンセルしたくないしね。そうましてやメンバー同士で行くってなったら自分と相手のどっちものスケジュールがあるので、余計に難しい。旅行の時は割とちゃんと予定立てる派です。行き当たりばったりはちょっとしんどい派。計画派です。遠征の時は帰りのお土産まで決めていく、素晴らしい。でもさあもどっちかっていうとそっち派かも。この県に行くなら何が有名なんかなみたいな見る。
そろそろランキング読もうかな。よし、それではランキングをそろそろ読みたいと思います。たくあんさん、たねさん、ありがとうございます。48位りゅうさん、24位りゅういちさん、13位たくあんさん、12位めっちゃきのこさん、11位ゆうきあきたさん、10位はまさん、9位ぐゆきさん、8位まぐさん、7位しんごくん、6位ジョンファンさん、5位20世紀ともちゃん、4位ピロシさん、3位ウドムさん、2位ゆうちゃん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。それではまあ今も夜ですけど、まあ、最近は2回に分けてるので、まあする気持ちがあればまたやるかもしれないですけど、分かりません。それでは終わりたいと思います。まあ全ては気分次第、まあそりゃそうだということで終わります。ありがとうございました。夜ご飯を食べますが、何を食べたとかはいちいち教えません。 SNS を投稿する時間にしますそれでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。